ピオキングです。今日もですね、一発マリオとロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、バネとりあえずこのバネって書いてるコース名なんですけどね、もうサムネを見て分かる通りですね、バネが高く積み上げられてるだけなんですよ。全然意味わかんない。何ここ、どうやってクリアするの。クリア率もめっちゃ低いしね。そしてクリアした人もね、3人しかいなかったんですよ。これね、なかなか鬼畜だと思う。それじゃあ早速やっていきますか。いや、ちょっと意味わかんない。ちょっと待って、バネわかったわかった、これはバネの下をくぐり抜ければいい感じじゃないのかな。いくよ、こっから下、うますぎ。そんでいや、そんでどうすんのよここねえ、いやマジで意味わかんねえ。何ここ、ちょっと考えていい、これどうにかしてバネ持てないかな。こう、うわ持てんくせえね。でもさ、ギリギリでこう持てるんじゃないの。なんか持てそうな気しない。ほっほっ、はいやべえ、無理くせえよここ。分かったよ、ここ下くぐるじゃん。下くぐった瞬間に上に乗る、そういう感じ、そういう感じ、わかるそういう感じって。もういいや、とりあえずもうクリアしたらいいんでしょ、もうクリアしたらいいんでしょ。どっか行かないで。なんで一番初め速攻くぐり抜ける。そしてジャンプ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 やべえ、相当むずけえ。ここ結構運ゲー感あるけど、何回かやってればいけると思うんだよね。やったいや、めちゃくちゃ嬉しいね。ここはゴールを一番高いところで決めます。いやっいや、このコース本当に難しかった。発想の神だね。それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ネバーカムトゥーザトロールルームバージョン4。ネバーカムトゥーザトロールルーム、騙し部屋は来ないいや、わかんねえそんな感じでしょきっと。それじゃあ早速やっていきますか。初見殺しあるよきっと。うわ、ない感じだね。上行こう。なんか上罠っぽいけど、罠っぽい方がね、意外といけたりするんだよね。ここ怪しくない？いや、合ってる合ってる違う。じゃあ上は違ったんで、この土管、うおー、ビビったビビってしゃがんじまったぜあ、パフパフなるで。じゃあ次はこの P を押して丸々んとこ行こう。いや、ここ、うわ、合ってたんじゃねえか。多分このリンク取らないけっぽいよね。一旦取らんで上行ってみようか。リンクが罠の可能性もあるよきっと。おっとっといや、合ってる合ってる。ここなんか出んのかな。うわ、危な、見た今の神回避。まあ、なんか出るとは思ってましたからね。うわ、リンクいるね。リンクいるのは合ってた。で、ここでリンク取ってすぐ上に行ってね。はなー、リンク取って早く行こう。ジャンプ、よし、そんでジャンプ、オッケーオッケー。これで右に行ける感じでしょ。で、リンクを取って、うわ、なんで取れねえの。爆弾を投げておかなきゃいけない。そしてこのまま右に行く感じ、そういう感じでしょ。うわ、ここ何、うわ、プラパか。うわ、もうこれ積んだ予感しかしねえ上なんか出ると思う。絶対積む要素のね、何かブラパが出てくると思う。さあ来い、なんで来いなんだよじゃあここ右行ってよさそうじゃない。多分ね、ここ右行ったらパワーブロックが発動する。さあ来いダメだね、もう上しかないね。上でこのハテナブロック叩かんでいくね。ほっ、うわっ、それじゃあここ叩いてみよっか。何が出る、一キャップいらねえ鉄球の防ぎようがないよね。こう、いや、これで合ってたのか。そんでテレサをこっちに持ってくる。そんで上に上がる。嘘、待って、一番右は大丈夫だよね。一番右、なんでブラパンを出さないで左の方に行こう。こっちが正解。そしてコインを出す。で、上はこのブロックの上の、そんで待って、なんで、こっちもダメなの。
いや、右になんかある。信じよう。ここでボム兵があることは信じよう。なんだよそれは。右側のあの針の下にね、リンクが隠されてる。さっき右上であのやられたじゃん。それがヒントになってる。そう、ここオッケー。そんでこの左の場所で取らないかん。ナイス。ここでヒップドロップ、ナイス。今ブブーって言われたけど合ってんじゃないのこっち。ダメだー。じゃあここ当たっていってよくない。そんでキノコを取る。そしたら大きくなるでしょ。そしたら隠しブロックに引っかからないからね。うわ、どうしよう、ちっちゃくなる。一旦ここで派手な叩くね。こっからどうするんだろう。先にチビになってこの派手な叩けみたいな、そんな感じかな。なるほど、そこでボム兵がチェックしてくれるんだね。オッケー。そして上にねスーパーボールフラワーがあるね。ここはねジャンプして右から行こっか。多分ね左からジャンプしたら消されると思う。なんでジャンプして右。ちょっとビビった。めっちゃビビった。こう、オッケー。そしてここで取る。多分ね本当隠しブロックあるんじゃないかな。ここ、ここでボム兵にねチャッカマンする感じだと思うんですよね。ただ左のボム兵か右のボム兵かよくわかんないけど、チャッカマン終わった感じじゃないんですか。ここね終わった感じでしょ。なるほど、左の方に寄っておかなきゃいけないのね。今見た。今見た、私の技術。リンクで間違ってきたんですけど抜けましたよ。制作者の穴見つけましたね。ここで着火してすぐ左に行く。ここで、あ、大丈夫。今何て言った。今噛みそうだったんですけど、まあ、噛んだんだけどね。じゃあここで針に当たって、うわどうしよう、鉄球が出てくると思う。あら、なんか出てきたね。あ、一気アップ、これはこれも一気アップっぽいね。じゃあこのまま右行って、うわ大丈夫。オッケーオッケーオッケー、ナイス反射神経だね。そしてこの子倒していい感じじゃないのかな、違うの。いや多分倒せるよ、シャカジャンでいけるでしょ。行くよ。あ、うまい。ミラクルが起きてる、ミラクルが起きすぎてる。ここもミラクルいきますよ。さあミラクルつらら行きましょう。このまま右に、なに。多分ねここの本当の行き方はドッスンに鉄球出してもらうでしょ。でこの鉄球と一緒に行ってこの場所でチョロプーを踏む感じだと思うんだよね。こういう風に、これが正規ルートっぽいね。で一旦左に行こう。そんでドアに入る。オッケー、これで合ってる。うーわ、いやらしいな、ここ絶対移動するでしょ。大砲移動すんなよ、頼む。なんで。それじゃあここは一旦キノコのところ行ってよかったね。ここにブンブンが来る。オッケー。サマーレーゼン。それじゃあ次行きますか。すごく難しそうだぞ。ここはもう終わった感じですかね。ここ、いや合ってんじゃない。これ左から抜けれるでしょ、ほら。いや何もしないですよ。うわ出た。キノコいるじゃねえか。うわじゃねえんだよ。だからそれじゃここは何もしないでよかった。何もしなくてパックンが上に来たら上に行く。そんでここでキノコ出てくる。オッケー。そして右上のこの壁壊せる感じでしょ。でどっち、左行ったらここあれだね、行き止まりだね。なんでこのまま上に行くのが正解。ほらやっぱり。見えてんだよここで。ここはどうしよう、一旦様子見るね。ブンブンいなくなると思うんだよな。これも積んだ感じですかね。はっ、やったぜ。なんかブンブンの、うわ中間ポイント隠されてる。なんかあると思ったんだよな絶対。いやこっから一回もやられなければいいだけの話でしょ。楽勝。ちょっとめちゃくちゃ本気でいくね今はさ。あーやられたとか言ったかもしんないんですけど、マジ本気でいくよここ。大丈夫大丈夫、うん、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫だよ、まだ、まだ大丈夫だよ。
ババーン。それではここはブンブンを踏んで中間ポイント取る。よし、一旦ここでやられていいね。そしたらこっから始まる感じでしょ。いや、まあそらそうだよね。じゃあどっから始まるんだって話だよね。それじゃあ次なんですけど、ここはさ、一旦キノコが出たのはねいいんだけどさ、キノコ出ても上に上がれなかったんだよね。なんでこのまま一旦上行ってみていい？ほっ、大丈夫。あ、ここでキノコが出る感じか。そんで左に走っていく感じ。何これ。なんか交互に並べてさ、みんななんかおしゃれだと思ってんの。なんかちょっと可愛いな。でもそれじゃあ次行きますね。いや、何もしない、何もしない、そう、何もしないで、このまま右にダッシュ、そしてピーを振って左に行く。それではこのドア入ったら、まずキノコを待っておくでしょ。そして何もしないでおこう。こっちが正解なんじゃないの。いや、絶対そうかな。右のピーのところはだって入れなかったもんね。なんでこっちが正解。オッケー。うわ、どうなる。スタートじゃねえか。いや、さっきと違うパターンなんじゃないの。ねえ、なんか変わってて、どうなるんだろう。ピー押すよ、ピー押して、リンクじゃねえ。さっきと違うやんかー。こっちで合ってはいたんだね。で、あそこリンクじゃないから気をつけよう。パックンが来るからね。そんで上っていいよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。オッケー。そしてどっち。いや、ここしかないもんな。このドアしかないもんね。このドア入ります。ナイスナイス。そしてどうするの。オッケーで右。うわー、どうしよう。ここさっきと同じパターンなんだよな。一旦さ、左行ってみる。ここブラパっぽいよね。ブラパなのか。いや違う、左ワンチャンあるよ。はっ、うわ、なんもない。うわ、左が正解か。それではブロックが壊れたらすぐ上に行くんだけど、行けるかな。ブラパと大砲落ちてくるのめっちゃ早くなかった。ほらほらほら、多分行けんかもしんない。多分もう一回右下に行くんじゃないの。なんでここ一旦右下行ってみよっか。こっちが正解みたいな。あー、やっぱりね。今度はパウで壊れるんだね。さっき壊れろよって話だよね。ここはリンク取ります。いやー、消された。いや、これはリンクを取ったらすごくないですか、皆さん。リンク取ります。ちょっと待ってね。はい。それじゃあここのリンクはすぐ取る。すぐ取って右に逃げよっか。そして下に行くしかないもんね。なんでここは当たるしかないね。いや、うまっ。当たらんでもダメやん。今左にさ、トゲの帽子が来たよね。あれかぶって右に行くパターンだね。それじゃあここでリンク取ってトゲメットかぶる。うわ、2個目。だからここのリンク取って2個目だね。2つ目、ここ。なんで。え、2個目も違うの。3つ目だね、きっと。1、2、ここ。なんで。もうわかんねえ。なんでなんで。2回目いきます。ここで右。なんで取れたの。あれ、さっき違ったと思うんだけどな。2つ目、なんで。じゃあ一応左から壊しておいて、ここでパワーブロック発動。よし。そしてそろそろ次の中間が欲しいところである。右押しっぱでいいのかな。右押しっぱするね。オッケー。大丈夫、大丈夫よ。いやー、待って、どっち。うわ、そっちかよ。入れねえし。そんじゃここ右行きすぎんようにしよう。ここで合ってるでしょ、多分合ってんでしょ。よし。うわ、何ここ。え、待って、そんな意味わかんないんだけど。ガリガリあざたやられるやつじゃないの、ここから。信じて行ってみる。いけー。意味わかんないって。なんで一旦ここ当たるでしょ、ですぐ右に行って、そう、この状態でよかったんだ。さっきさ、キノピオ状態だったからね。そんで右で走る。よしよし、中間はあっていいよ。どこ中間、しゃがみ。いや、これはワンチャンない。左が正解。いや、上。うわ、
はこっちはやられるパターンじゃん。絶対そう。なにここ、いや分かってんだってそういうのは。左行けばよかったんでしょ。なにこれやら。それじゃあここの土管入ったらすぐにしゃがむ。そうしゃがんでおいていいはず。よし、そして右だね。こっちで合ってるでしょ。よし、次はどんなんが来るんだろうね。中間ポイント、ここは慌てずに行こう。慌てずに行こう。慌てたうわこれ絶対下が正解パターンでしょ。うわやっぱそうじゃんね。下から中間ポイント取れる感じだね。取れないの、どうにかして。いや取ってんじゃん、もう当たってんじゃんかそこまあいいや、このまま続き行こう。まあどんなんかね、品定めしておこう。終わるの早いなそれじゃあこの土管入ったら動かなくていい。それであの中間ポイント取れるはず。そうでしょ。音でかめちゃくちゃでかい。でここで中間ゲット。オッケー。でそしてこのドア入ってね、左のリンクは取ったらねダメだったんですよね。なんでここの場所に行ったらブラパンがやられてくれるはず。そっちに出んのかーい。じゃあここ何もしないでよかったね。パンが来るの待っておこう。あれ、あこの場所まで行かないけんのか。でパン叩いてあるある。こっちで叩こうか。はい、オッケー。そんでジャンプ。うわスネークブロック、これどっち行くんだろうね。上に行くでしょきっと。あら、どっち。うおーい、大丈夫、スネークブロック乗らない。乗らないけんかったパターンやんか。それじゃあこのスネークブロック乗って上に行く。そんでね、スターは取るのかな。スター、いやファイヤーいらんと思う。ファイヤーなしで、そうでスターが取れる感じじゃないの。うわ何やってんだ何やってんだ俺は。ただ閉じ込められただけじゃねえかこのまま下に行っていいと思うんだよね。ほらどうせファイヤー手に入れてもさ、あのチビ状態じゃないから入れないんだよね。ほっ、うまい。でここ右連打で走っていく。大丈夫だね。そしてどうしよう、あれ鍵ドア。うわそれはわかんないね。これこの辺に追っとっていいんじゃないの。そうここで合ってるね。オッケー。下のチョロプじゃないで右のチョロプが得られるんだね。うわどうしよう、キノコ取っていいのかな。いや取っていいのこれ。うわキノコ取らなきゃいけんっぽいね。大丈夫、どっか出て、キノコ出て。うわ出ない。それじゃあこの鍵ドア入ったらすぐにキノコを取りに行く。そして右上の土管に入る。これが正解だね。ほっ、よし入れる。よしよしよし、もうゴール近いよきっと。なにこれ、ゴーバック、何これ、た、いやまたそういうこと。鍵ドアに入り直せってこと。この鍵ドア入ってもう一回入り直せみたいな感じ。入り直してみるね、なんか変わってんのかな。あ、わかった、ここででかキノコ取って、あれだきっとゴールがある。絶対そう、絶対そういう感じでしょ。何チビになってんのもう一回、もう一回ワンチャンちょうだい。よしよしよし、何回もやり直しできる感じだね。でここで、ここがゴール、そういう感じでしょ。違うの、上に行かないけんパターンですか。え、上に行く感じですか。いやなんか出てきたよ、ほらほらほら、デカのまんま行ってみようか。このまま行きます。オッケー。うわここはチビの状態で来なきゃいけないっぽいね。大丈夫？え、なにここ。うわデカキノコの状態でさっきの左の土管に入れってこと。ここやられるパターンでしょ。新耐久ですかこれ、どういう新耐久ですかねここ。地味にめんどくせえやつだ。でもそんなに難しくないね。ここはね、このデカキノコの状態のまんま左に行くって書いてたよね。多分こっちで合ってると思う。なんか変わってる、ほらなんか変わってる。鍵を手に入れたね。じゃあ一旦土管に戻って、何が変わってる。上に行ける感じですか。どうなんだろう、これ金魚っぽくない。いや違う、
が剣には出てきたけど一応引っかかりはしなかったね。でここで鍵の輪で左か。うわどうしよう、怖え。ここ左にダッシュしていきます。うん合ってる。そんで右で合ってると思ったんだけどな。え左なのここ。えこっちで合ってんじゃないの。うわ入れねえし。じゃあここはもうやられるしかないパターンですか。この右の針に当たればいい。うわ全然気づかんかった、あのゴールがあるって。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。